島田と申します。えマガジン M 島田と申します。ファミリー企業の件でですね、例えば郵政福祉がですね、郵政事業からその一定の方で下請けを受け取って、その納品している中でその平均年収が700万とか超えているという、つまり随計で受け取っていく会社がその平均年収があまりにも高いんじゃないかっていうふうに調べているものがあるんですが、そのあたりどう直していいのか。今度は思い切ってやります。ファミリー企業、これ社長とも話してるんだけどね、どうしても郵政事業に必要でありファミリー企業になっているものは、ね、子会社にします。子会社にしてちゃんと監督とかね、それを切っていく形、そうじゃないものはもう契約しない、だから排除するんですね。これは、いや今それやっても作ってもこれ作ってもう、そういうね、無駄なね、今道路公団のね民営化されたでしょ、同じことやった。だから民営化必ずしもよくないんだね。この日本郵政だってそうですよ、民営化されたっていうんでね、そういうものは小判ざめでくっついちゃって、池中吸ってるんですよ。あれが道路株式会社そうですよ。私は建設大臣の時、せっかくね道路公団に小判ざめのように張り付いてるのね、ファミリー企業ですよ、天下りの。それを私は全部これ随計でやってるから、全て競争入札、物産って言った建設団員、ところが官から見栄化しちゃったでしょ、道路公団、そ民間会社になっちゃった、元に戻っちゃった、またファミリー系企業がバーッと張り付いちゃった、そこに儲かるような形で随計がどんどんどん流れていくから、大変なことだった。そう実際はしかし誰も制御できない、ね、猪瀬じゃないけどね、民営化から全て良くなると、マスコミ民営化から全て良くなるということでやった、結果としては民間会社なんて身軽になっちゃうでしょ、国会でも問題されるわけでもないですね、役所からこうされるわけでもない、自由にそういうファミリーを太らすという経緯になっちゃうんです。今の泥返しの総理ですね、日本郵政もそうなっちゃってる、だからそれはもう思い切っています。私、まあ、その結果ね、私は殺されるかもしれない。そうね。はい。はい。ちょっとそう。フリーズ竹川と申します。先日大臣が福祉経済は漢方薬で、まあ、じわじわしか効かないので、まあ、即効性のある経済対策が必要だということで、今週鳩山総理大臣にお話しされたと思いますが、その即効性のある経済対策について何かこう具体的な話し合いになるのでしょうか。私は総理にね、例えばって申し上げたんだ、それいいなって言ってた、ね、例えばね、北陸なら北陸新幹線実施をね、まあ凍結じゃないと思ったでしょ、駅舎だけで、ああいうところに今度は臨時にね、5月でも6月でもね、100億でも200億でバシャリ事業進めろってね、出してみなさいよね。それは何も北陸の人たちはね、山陰に引かさせたみたいな形でね、元気出ますよね、これはバーッと出て、ね、あと北海道だったでしょ、私はそういうのにもあるもう札幌までね、新幹線をバシャーッとやっちゃうと、それも100億か200億と追加でバーンとつけると、ね、あと今度は、ね、北海道一周のね新幹線を作っちゃう、新幹線を作っちゃう、ね、そういうことをね、地域によって元気が出るのは全部違うんですよ、ね、北海道ではこれやれば元気が出ると、ね、気分がね少なくとも明るくなると、ね、北陸は沖縄はどうだと、ね、沖縄は私カジノやれって言ったんだけど ねそれは基地の問題もね、いろいろ今普天間の問題で皆さんご苦労されてるんだけど、四国は何なんだ、四国だったらね、あれ、宿毛市なんていうのはね、空港まで3時間かかる。私行ったけどね、あそこらあれね、植えた桜が大きくなる言われたけど、行ったとき、行って行くんですよ。あそこにどこから行ったって3時間かかる。高速道路ないんですよ。そういうようなところをさ、ね、コンクリートから出しとえばか言ってるか誤解されるんで、コンクリートや人という、だけど必要なやっぱりものをやるということで、そこをね、高速道路バーンとやりますよって総理はね、
バーンと親父になったらね、そしたらやっぱりそこだけじゃなくて四国の人たちがね元気出るんですよ、わっと。そういう地域によって全部違うんであって、営みがそれぞれ地域性があるんだと。それに合ったことを大胆に思い切ってバシャーってやらないと、財務省が作ったようなね補正予算をね、ねこんなものをやったって意味がないですよ。財務省役人がね机の上でこてこてやってる、そうじゃなくて、ね、地域の人の心を打つ、お元気出そう、気持ちの出るようなことを総理自らごやりなさいと、ね、あなた自身が演説なんだけどね、データ集めていいから、よし、ここをやるぞ、これ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 やれって言って、私はねちょっと意見も口にいたしましたけどね、今からやることはね、とにかくもう六本木ですの上から目薬をさじのことをやったってあまらん、そうじゃなくて、いや、やるぞ、頑張るぞ、元気の出るような大型の対策やな。アメリカだって皆さんご承知でさ、日本から200兆円ぐらい借りてるでしょ、噛み合わせて、中国からね100兆円ぐらい借りてるでしょ、自分の国も財政赤字大まる、それがオバマなんていうのそうでしょ、70兆円の緊急対策や、そのうちの7割が公共事業ですよ。で中国だってね、サブプライムローンが破裂しちゃって世界中が大変だった時に、中国はね日本みたいに議会を通すのは必要ないからね、中国とは便利な国なんだよ、重視経済のいいところで使ってね、あとはねプカーッとさ、の簡単適切な政策を直ちに実施できるね、60兆のね、これ公共事業ですよ、バーってたでしょ、それで景気がバーッと落ち込まないってたでしょ、だからね世界のどの国も思い切ったことやってる中、日本だけがさ財務省に乗っかっちゃってな、財政規律、財政規律という化け物じゃね、本当にね幽霊ですよこんなもの、財政規律というのは当たり前なの、財政規律必要か必要ないと、あなた必要だと決まってるんですよ、それを盾にとってね大型の財政出動させないように してるでしょ、それこそ数字がさっき言ったのに、それを後押ししちゃってね、良くなります、良くなります、このくて、こう、こう、こう、下がってきてるでしょ。そんなことをやってるから、日本経済は10年ですよ、これ10年。私は言い張るわけじゃない、私はずっと日本経済見てきてるんだから、財務省という役所はどういう役所かということはずっと見てきてるんだから。私は政調会長の時予算を組むときに、出入り禁止だ。あのタイヤなんか掃除、死刑局長だけやったのかな、あいつら二度出入り禁止、お前たちの、お前たちは会社で言うと経理係だと、俺が事業部長、事業部長が党主導でやったんですよ、だから成長 2% の成長戻ったんですよ、前の成長してたんですよ、私の言うことに関連じゃなくてね、龍ちゃんが禁止ください言っちゃった、財務省と手に乗っかっちゃった、ね、禁止、財務省の言う通りやってると緊縮財政にいっちゃうんですか、間違い、それで龍ちゃんが間違った、これ予算委員会で、予算委員会で対立したんですよ、私は当時の認められるわけなんで、総理と私は手に中継したと、私はまあ閣外だった梶山さんとねあれしてね、ダメだって言ってやったの、あとくマイナス成長が落ちてたでしょ、だからだけど龍ちゃんの依頼のね足場だっていうことで、皆さん覚えてるでしょ、アナウンスなき政策転換ということをやったんですよ、それで政策転換、積極経済に動いた、それ時すでに、そして参議院負けて退院して、その後の小渕さんがね積極財政に転換したんですよ、私政調会長やってるね、皆さん覚えてないか、で財務省出入り禁止し、この間やった津田なんかもそうですよ、出入り禁止されて財務全然、ね、こちらがやる、お前たちはそろばん勘定やればいいんだと、こちら指示したこと、定数整理すればいいんだと、ね、それをやって初めてね経済の実態に合った対策を打てる、今の財務省の言う通りに、ね、なっておってね、彼ら別にね経済が悪くなったってさ給料下げるわけねえんだから、そうでしょ、相変わらずさ局長は局長なんです、課長は死刑官は死刑官、だからそこからさ、この演説したってしょうがないんだけどね、
祖国の区引きから出しないとね、このデフレから脱却、デフレ脱却はね、財務省脱却って。